本日2回目の撮影になります。前回の、動画で、予告したこちらがメンズジョーカーですね。メンズジョーカーの付録を、見てみたいと思います。こちらもですね、前回、メンズノンノンと一緒に買ってきたんですけど、こちらもですね、同じ発売日ですかね、12月の9日あたりだと思うんですけど、今日は1月の8日で、まあ、1ヶ月残ってました。これも、1個だけ残ってたんで、早速買ってきましたけど、こちらのですね、付録はフィット感のいいリブ編みっていう、まあ、ニット帽なんですけど、一度ちょっと特別付録って書いてあるんで、年末の豪華な付録だと思います。こちらをちょっと見ていきたいと思います。はい、ここがメンズノンノンさんよりはどうでしょう。私は近いか、まあ、似たようなものですね。世代的にこれそうですね、これ、中年の方も乗ってるようなんで、結構こちら、こちらメンズジョーカースタイルのある30歳の方のターゲットなんかな。私30代ではないんでちょっとあれですけど、まあ、全然このぐらいの格好だったら私いけますんで、一応まあこんな感じで、中見てみたいと思います。はい、こちらです。スタンダードカルフォルニアって書いてありますね。スタンダードカルフォルニアの、ニット帽ですかね。ニットキャップ&缶バッジ。缶バッジもついてるみたいですね。メンズジョーカー1月号の特別付録って書いてある。はい、見ていきたいと思います。感じです。非常にこれ、まあ、ニット帽なんで、大きくなるとは思うんですけど、こちらのね、缶バッジ、やはりこれ缶バッジ横につけるんですかね。ちょっと一度開けてみたいと思います。はい。こちらですね。はい、あれ？あ、そうか。ここですね。こちらです。裏返すんですね。こういう感じですね。写真の、雑誌の写真にはこんな感じで、はい、載っております。で、同じですね、こちらに、スタンダードカリフって書いてありますね。ちょっと縮めてあるんでしょうね。こちらにですね、これ結構これ小さいですけど、どうなんですかね、これ。これは、よくこれはね、僕、そうですね、これね、身に覚えありますよ、これは。ですね、これ、はい。ロッキー、映画のロッキーですね、シルベスタ・スタローン。ロッキーのね、この、この人はね、確かね、この人がですね、ロッキーの、映画の中の、ロッキーの彼女というかね、奥さんのお兄さんなんですね。セコンドについてたと思うんですけど、この人がかぶってた帽子に似てますね。これちょっとね、小さめのね、帽子をかぶってましたね。こんな感じですね。ちょっとこちらをね、ちょっとカメラでね、撮ってみて、どんな感じに写ってるのかな。カメラ出して、はい、映りました。このぐらい、やっぱりね、これ小さいですね。はい、こういう感じで、私頭大きいんでね、こういう帽子の方がいいかもしれないですね。だいたい結構なんかこれより、これ本当にちょうどいいのかな、こういう感じでね。これこんな感じでね、ここにつけると思うんですよ。これもつけときましょうかね、ついでに。これ結構、これいくらなの？これが。980円。まあ、980円で雑誌も読めて、
この帽子が手に入れば、キャップね、非常にリブ編みって書いてありましたよね。リブ編みのものってなかなか少ないんで、僕はリブ編み好きですね。はい、こちらのね、缶バッジもついてますからね、こちらのメーカーのものですね。はい、缶バッジもついてます。で、これちょっとつけてみたいと思います。こんな感じの、こういう感じですか。はい、あ、なかなか、なかなかおかしくないですね。はい、どうですかね、これ。結構、僕はあのこの小さめのこのキャップ悪くないですね。結構あの大きめのキャップあの基本あんま被らないんで、似合わないんですよね。だからこれ結構、なかなか少ないし、おしゃれですね。こういうタイプなかったですね、あんまり。これいいですね。こんな感じの品物がついてる付録ですね、これね。まあ、もうですね、こちらですね、実はもう今日1月の8日なんで、明日もう、あの、メンズノンノも、こちらのあの、メンズジョーカーもね、明日発売するはずなんですよ。で、まあ、明日、明後日うちにね、また、新年号になると思うんですけど、2月号になると思うんですけど、それを買いに行ってみます。はい、それでは今日はこんなところで、さようなら。